「12月11日夕の御言葉」「あなた方は主キリストに仕えているのです」「殺さえ人への手紙」3章24節「どのような交換に対してこの言葉は語られたのであろう」「神からの権利を独特と主張する王に対してか」いや彼らはあまりにもしばしば自己やサタンに仕え 彼らのモノマネの威厳をしばし黙って見逃しておられる神を忘れている。では使とは神にあって尊敬される恐怖たち、主教たち、あるいは尊い大執事たちに対して語っているのか。いや、パウロは人間の考案したこのような階級については何も知らなかった。この言葉は牧師、教師、信者のうちの富んでいるもの。 尊敬されている者に対して語られているのでさえない。この言葉は、しもべに対して、奴隷に対して語られたのである。勤労する多くの人々、職人、日雇い労働者、家事手伝い人、台所のしもべの中に、使徒は、主のお選びになった人々を見出して、今日私たちも、彼らの中に、主が選ばれた人々を見出している。こういう、 何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心からしなさい。あなた方は、主から報いとして、御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は、主キリストに仕えているのですと。この言葉は、地上の職業の退屈な機械的な流れ作業を尊いものとし、最も癒しい仕事にも光を添える。 足を洗うことは癒しいことかもしれない。しかし、主の御足を洗うことは、高貴な仕事である。店も、物置も、食器置き場も、鍛冶屋の仕事場も、人々がすべてのことを神の栄光のためにするようになれば、神の宮となる。その時礼拝は、ある時間にある場所ですることではなく、すべての生活が主に捧げた清潔の生活となり、べての場所やのが、 幕屋やその中の金の食材のように清くなる。私の神、主よ、すべてのことにおいてあなたを見、またすべてのことをあなたのためにすることを教えてください。あなたのためにするとき、どのような仕事も癒しいものとならないからです。あなたのためにするとき、単調な仕事も聖なるものとなり、あなたのために部屋を履くとき、それは素晴らしい仕事となるからです。